俺は登る。二十歳の頃、バイト先で出会った5歳年上の彼女と付き合い始めた。きっかけは俺の一目惚れで、1年くらいアプローチし、やっと交際に発展。しかし、俺が下手に出過ぎたのか、彼女にとって俺はペット状態だった。登るのくせに生意気ね。これが彼女の口癖。それでも俺は彼女のことが好きで、交際期間は2年を突破した。彼女の傲慢さに嫌気がさし、何度か喧嘩もしたが、結局なあなあに。彼女は俺に内緒で、しょっちゅうコンパとか言っていたのを俺は知っている。そのくせ、俺が妹からの電話に出ようものなら、はぁ？妹も女は女だから、とブチギレ。ごめん。いや、妹は妹だよ。おかげで俺は、女友達がごっそり全員いなくなり、なんでこんな女と付き合ってんだろう。もはや、自分自身の本心がわからなくなってきていた。そんな時、彼女の浮気が発覚。さすがに我慢できず、過去最悪の大喧嘩になった。おい、どういうことだよ。はあ？私と登るだったら、私の方は5回ぐらい浮気したっていいはずでしょ？それでようやく釣り合えるんだから。案の定、彼女は開き直っており、反省ゼロ。彼女の言葉を聞いて、俺の中の何かが弾けた。そうだよね、わかった。付き合ってもらってるだけで幸せなのに、なんか勘違いしてたよ。ごめん。そうよ、わかればいいのよ。ってことで肩揉んで。俺は言われた通り、彼女の肩をおとなしく揉みながら、絶対に復讐してやるぞ。そう心に誓ったのである。その後も俺たちは付き合い続け、5年が経過。俺は27歳、彼女は32歳になった。お互いの両親にも挨拶し、すっかり親公認の関係に。俺はこの5年で、それなりに高収入な仕事に就き、うまく出世街道に乗れていた。うわ、超素敵な彼氏じゃん。そうかしら。彼女の周りからも、こんないい彼氏はいないと言わしめるほど完璧な俺。結婚はいつなの？すぐにでも結婚した方がいいよ。へえ、結婚？プライドの高い彼女は、自分から結婚なんて口にしない。でも内心では、俺と結ばれると信じているのだろう。芸能人の結婚ニュースや結婚式場の CM がテレビで流れると表情が変わるからだ。そんな彼女を見ながら、俺はあえて結婚を匂わせる。家庭を持ったらキャンプとか楽しそうだよな。俺子供好きなんだよな。家族っていいよな。俺がそうアピールしても彼女は決して食いついてこないが、鼻の下が伸びているのはバレバレ。エリートで優しい彼氏を羨ましがられるたび、優越感に浸っているのだろう。どんだけプライド高いんだか。こういう状況が続く中、俺はある時、彼女の女友達に呼び出された。なんで結婚しないのよ。え？早く結婚してあげなさいよ。女は年齢によって人生左右されるんだから。ふーん、で？と言いたいところだったが、肌から見ても今が頃合いということか。そろそろプロポーズするか。次の休日、俺は彼女を遊園地デートに誘った。夜になり、俺たちは観覧車へ乗り込むや否や、俺はこう切り出した。大事な話がある。何？いや、絶対プロポーズだって思ってる顔やん。何？大した話じゃなかったらマジ承知しないからね。彼女は嬉しそうににんまり。一方で俺も笑いをこらえるのに必死だった。ちょうど観覧車がてっぺんに来た時、これを受け取ってほしい。え？バッグから指輪の箱を取り出し、彼女に差し出す。嘘、指輪？外の夜景そっちのけで、彼女が興奮しながら箱を開けるのを黙って眺める俺。すると彼女は急に顔をこわばらせた。何これ。箱の中身は指輪ではない。彼女は紙切れをピラッとつまみ、目を丸くした。なんて書いてある？今日でお別れ、バイバイ。え、ちょっと待って。え、そう、その通りだよ。お前みたいな女はもう無理だ。は？あまりに予想外だったのだろう。彼女の呼吸は乱れ始め、ハーハーとうめき出す。誰がお前みたいな女と結婚するかよ。俺はお前のペットじゃねえんだよ。悪いけど、この観覧車が下に着いたら、もう二度と俺に話しかけるな。俺が畳みかけると、彼女はより一層息切れが激しくなった。もはや座っていられなくなり、ずるずると崩れていく。俺の膝に手をかけ、起こしてほしそうにしていたが、その手を払いのけると、いよいよ倒れ込んでしまった。
観覧車が一周する間に俺はこの7年で溜まった文句を全部吐き出したのだ。フラフラな彼女を抱えて車内から降りた後はすぐ近くの柵に放置。閉園が迫り出口へぞろぞろ向かう家族やカップルたちに紛れそのまま帰宅した。これが俺の復讐劇。耐えに耐えた7年だったが、彼女に一泡吹かせたい一心で出世も果たせたし、ある意味良かったのかもしれない。とにかく気分爽快だった。やがて俺は早々と別の彼女を作ることができ、はあ、恋愛ってこんなに素晴らしいものだったんだと今更ながら感動。その彼女とは今度こそ結婚を前提に本気で向き合っている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。